大雨で泥水みたいになっている川が。散歩行けましたね。やっぱ湿度高いね。暑いね。テラは相変わらずあそこで寝てます。今日見て、なんかすごくない？今日、パパさんお仕事でお出かけです。もうピコがね、そわそわいつもこう出ていくとき。てらっしゃい。てらはお利口。黙って見送ります。ピコいつまでもうるさいねえ。てら、てらはお利口。よしよし、ピコちゃん、うろうろ。ピコうるさいよ。諦めた？アヒルの毛だよ、うるさいと。諦めたね。やっと仕事終わりました。久しぶりに遅くなりました。帰ります。ピコちゃん、耳パタパタして聞き耳立ててます。パパさん帰ってきたかな。ピコ声出した。くるくる回ってる。帰ってきたね。プラは行かなくていいの？尻尾ガンガン上がってます。いただいていた。テラ飛びついて。お疲れさん。お、2万人になりました。すごい。すぐ減ると思うけど、嬉しいね。嬉しいね。はい。アンカーのモバイルバッテリーを買いました。これが非常に便利なのでちょっと紹介します。まずはここ押すと残量が出ます。数値で表してくれるので分かりやすいです。そしてケーブルがついていてストラップとしても使えます。モバイルバッテリーのケーブルを別に持ち歩く必要はありません。さらにもう一つポートがありまして、このポートにケーブルを挿すことによって2個同時に充電が可能になります。そしてこれがすごい、これが良かった。
コンセントにそのまま挿すと充電が開始されます。そしてパススルーでデバイスも充電されます。すごくない？1台あると非常に便利だと思って久しぶりにモバイルバッテリーを買ってみました。今週買ったものもう一つ、これ三脚、正直言ってめちゃめちゃ何回も買ってますけども、結局重たくて持ち歩かない状況がありましたけども、これはなかなか気に入りました。まず重量が 500g ぐらいしかないっていうのが最高です。あとこのすごく細いんで持ち歩くのも非常に便利です。こんな感じ、これほら非常に軽い、多分ペットボトル1個分ぐらいね。こんな感じ、立てると高さが70センチぐらい。分台は少しでも軽くしたいんで、手持ちの付属してたものよりさらに軽い運台に変えてます。ここして高さ約70センチ、さらに運台を外してこれをつけます。そして運台をつける、ちょっと面倒だけど付属のポールをここにつけることで高さがさらに出ます。さらにそしてさらに、これ高さ約130ぐらいかな、安定感はありません。でさらにこれを外します。こうやって使うと自撮り棒とかになります。いいね、これがね素晴らしい。これカーボン、すごくない？カーボン製で高級感もあります。ペットボトルより細い、どこにでも持ち歩けるし、特に山登りなんかの人には最高なんじゃないかと思います。というわけで、撮影の幅が広がるんではないんでしょうか。いいか、楽ちゃんおはよう。今日はなんか湿度が高くて、楽ちゃんおはよう。はい、珍しいんですか？はよ、あ、今日は許してくれる？行くよ。チーズを使用する。ついで準備です。
これを使って、留守の時の自動散水します。ここ熱帯やな。ものすごい蒸し暑い。旅前の、ね、植物を枯らさないようにするセットアップ。すごい草ぼうぼうだったところが飼ってあるから匂いがすごいね。草の匂いがもういい？行くよ。涼しい風が吹いてる。